アレッポ石鹸とその断面。外側は茶色、内部は緑色。アレッポ石鹸は、石鹸の発祥の地とされる、シリアのアレッポで作られている石鹸である。オリーブオイルとローレルオイルから作られ、外側が茶色、中がオイル由来の緑色をしているのが特徴。日本では、アレッポの石鹸と呼ばれることも多い。アレッポ石鹸の起源は不明である。石鹸作りの方法は、 レバントから発せられ、第1回十字軍の後、そこからヨーロッパ西部に移動したと推測されている。今日、ほとんどのアレッポ石鹸、特にローレルオイルを16%以上含む石鹸はヨーロッパと東アジアに輸出されている。伝統的なアレッポ石鹸は釜炊き製法で作られる。オリーブオイルとローレルオイル、活性ソーダを釜に入れ3日間加熱しながら練り上げる。 釜焚きの最中にグリセリンなどの有効成分を残しながら不純物を取り除く。石鹸素地が完成したら床にワックスペーパーを敷き詰め、その上に石鹸素地を高さを揃えながら流し込む。その後適度に石鹸が固まったら、グラウンドレーキの先にカッターがついたような道具の上に子供を乗せ、大人が道具を引いてカットしていく。カットされた石鹸は一つずつ刻印が押され、 隙間を開けて、風通しを良くして1年以上寝かせ熟成させる。そうすることにより、表面の緑色が抜けて茶色に変色し、水分が抜けて、固く溶けにくいマイルドな石鹸となる。オリーブオイル、ローレルオイル、化成ソーダが主な原料である。オリーブオイルは、化しやすいことや、肌に良いとされるビタミンやスクアランを多く含むことから、宮種も、 丸ごと絞った二番絞りのものが使われることが多い。ローレルオイルは抗菌作用や方向を石鹸に与える。配合率は通常2から40%で一般的に配合率が高いものほど価格が高くなる。香料、保存料などが添加されることは少なく、石鹸素地のみでできたものが多い。シリア内線の影響からレッポでの製造が難しくなった石鹸職人は、 廃業するか避難するかの二択を迫られた。アレッポの石鹸工房の多くは、同国のラタキアやトルコのガズイアンテプへ避難し、石鹸作りを再開した。2019年現在アレッポで製造を再開した工房もある。ありがとうございます。